待機処分か。仕方ないわ。論理回路に欠陥が見つかったのよ。目標を誤認するってんじゃ、危なくて使えたものじゃないのよ。そりゃ、厄介な話だ。何事もなければよいが。切るのに何日かかるかのう。こりゃ家庭ものだ。まだ熟してねえか。だどの日持ちするもんでもあんね。うんだな。壊れていくか。なんだか。ユーザー登録完了です。必要なプログラムをインストールしてください。なお視覚や音声による入力でも結構です。あんた噂に聞く桃太郎じゃねえのげ。私は軍用隠密作戦用機械式工作員、通称桃9000です。プログラムをインストールしてください。おお、やっぱり桃じゃ。桃太郎じゃ。桃太郎、それは何かの作戦コードでしょうか。これこれ、拝見します。どうですか。プログラムは無事インストールされました。では早速鬼退治してまいります。今から。お供を手なずけるためのきびだんごをお願いします。ああ、もうこさえてあるだよ。時に目標の鬼ヶ島はどこにあるのでしょう。あんた桃太郎じゃろうが。だったら知っとろうが。ああ、すみません、検索してみます。では。しっかりな。お宝を楽しみにしとるでの。さて、お供を探しましょう。まずは犬ですね。一緒に鬼退治をしませんか。成功すればお宝が手に入ります。今なら漏れなくきびだんごも差し上げます。いいだろう、人暴れしたいと思っていたところだ。助かります。あ、はい。次のお供は猿ですね。待った。一緒に鬼退治をしませんか。
成功すればお宝が手に入ります。今ならもれなくきびだんごも差し上げます。まあでもお宝ってのはちょっと興味あるかも。助かります。はいはい。次のお供はキジですね。普通一緒に鬼退治をしませんか。成功すればお宝が手に入ります。今ならもれなくきびだんごも差し上げます。鬼の血か、吸いたくないな。まあそうおっしゃらずに、はい。それで鬼ヶ島ってどこにあるの。今から検索します。検索の結果、それらしいものが3件ヒットしました。可能性が高い順に攻め込んでみましょう。目指せ鬼ヶ島。おお。うさうさうさ。ここなんですけど、鬼はどこなんでしょうね。じゃあ今度はケンちゃんが鬼ね。逃げろ。あんたが鬼？そうだよ。そっか。じゃ、退治されちゃいな。うわぁ、なんだよ。痛いよ。どう？降参ですか？俺、ケンちゃんのママ呼んでくる。私も。俺も。ねえ、何か間違っちゃった感じしない？角も生えてないですね。違う。なんだよ、違うのかよ。んじゃ、とっとと次行こう。もう行く？では皆さん、2軒目に移動です。目指すぞ鬼ヶ島。おう、うっしゃうっしゃうっしゃ。ここちゃんと書いてありますね。早速乗り込みましょう。カルビが流れてるぞ。まあフォアグラじゃない。もういいよ。回ってないもんがあれば握りますよ。ここに鬼は。よよかった、見つかったようです。さあ退治しますよ。じゃあこっちにも。よお連れさんにもね。これ鬼ですか。ウニじゃないの。ウニだよな。また間違っちゃった感じしない。じゃあ次行こう。そうですね。では3軒目に移動です。目指すぞ鬼ヶ島。おお。ここがヒットした最後の場所になります。はいはい、どうもどうも。じゃあ次の質問に参りましょう。自分の体の中で気に入ってるところはどこですか。会場の皆さんも気になりますよね。では一番の方。うなじです。どれどれ。おお、素敵ですね。では2番の方は。見えますか皆さん。見つけましたよ、鬼です。そうね、間違いなさそうね。するとあれがお宝ってわけだな。山ほどある。では早速。遺伝ですか、なるほど。安心してください、私たちははるばる鬼ヶ島まで鬼退治に参りました。鬼の皆さんには今から退治されていただきます。何？何何？こんな話は聞いてないよ。
じいさんとおばあさんは、正直に言いたまえ、ケースの中身をどこへ隠したんだね。だから鬼ヶ島だっつーの。うわー、桃太郎、出ておくれ。気持ちいい。おしまい。